こんにちは、翔太です。今回なんですけど、OD ですね。私ですね、まあ1日いや2日か、まあ結構ですね、 OD を使って編成を考えているところになるんですけど、まあこちらの OD ですね、まあ先日はまあこれから主力として使っていこうかなと思って、まあ私が今できるですね、できる限りの装備っていうのをしてあげて、使っていたっていうところがあるんですけど、まあその時ですね、まあかなり強いなというふうに個人的には思いました。で、まあそこからですね、まあちょっといろいろ、まあ動画をですね、まあ上げていく中で、まあこのキャラクターメインの主力というよりは、まあサブアタッカー的なポジションでもいいんじゃないかなと思って、ちょっと考えて、まあちょっとこれ装備ちょっと舐めてますね。もうちょっと実月ぐらいつけてもいいんですけど、あのオーディン HP は高い方が、できる限り高い方がいいかなと思うので、まあ、ちょっとこの装備はうんって思うところあるかもしれないんですけど、まあ王者4の、まあ、あとは余り物ですね、の、まあ、お下がりの武器とか、まあ、腰当ては適当ですけど、まあ、そういったところでですね、まあ、使ってあげると、まあ、どんな感じかなと思って今使ってあげているところです。で、個人的にはですね、ありかなというふうに思っています。これまでですね、どう考えても天地がひっくり返っても勝てない方がいらっしゃったんですけど、その方にもですね、この編成というかこの装備にすることによって勝つことができるようになったっていうですね、ところがありまして、私はですね、まあ、ちょっとこれだけはちょっと先に言っておくんですけど、プラス6覚醒しか私できていないので、まあ、7覚醒にするとまたちょっと話は変わってくるかもしれないというか、まあ、7覚醒してからが本番かなというふうに思っているので、まあ、ちょっとそこの部分に関してはちょっと私、まだですね、いけてないので、まあ、申し訳ないなというふうには思っているんですけど、まあ、このプラス6覚醒の段階では個人的にはこのサブアタッカーとして、使ってあげた方が勝率は、まあ、全体的に上がったかなというふうに思っています。で、どこの部分がですね一番、サブアタッカーとして効いているかなというところになるんですけど、まあ、このキャラクターの特徴としては、まあ、タンクキャラクターに強いっていうところと風魂対策ができている。で、弓章ですね、に必中クリティカルでダメージを出していけるっていうところ、まあ、大きくですね、まあ、この3つ、あとすいません、バフですね、バッファーたちのバフをどんどん解除していくっていう風な、まあ、そういったですね、特徴が、まあ、大きくあるかなというふうに思っています。で、まあ、別にですね、サバメインアタッカーから、まあ、主力からサブアタッカーにですね、下げた時に、まあ、今言った中で悪くなるポイントっていうのが弓章対策ぐらいなんですよ。弓章に関してはですね、このスキル1、スキル2どちらも当てはまるんですけど、必中攻撃を発動させるためには、まあ、自身の HP 上限ですね、が敵の残り HP より高い場合になるので、まあ、できる限り自分の HP は高くなるように、まあ、装備とかを組んであげると、まあ、必中しやすいよと。スキル2に関してもドライの中の効果として、まあ、自分の HP 上限がですね、相手の残り HP より高いと、必中になるっていう風な効果がありますので、まあ、個人的にはですね、その2つを意識してあげる。まあ、別に HP 上限で残り HP に勝っていればいいので、別に相手の HP 上限に勝つ必要はないんですけど、まあ、やっぱり相手の HP 上限に勝っていればもう確定で必中になりますので、まあ、できる限り HP はまあ高く保ちたいというところで、まあ、私は今王者4にしてますけど、まあ、実月にですね混ぜてあげた方がいいのは間違いないかなというふうには思います。で、まあ、そのようなですね装備をしてあげると、まあ、弓章対策はなんで、まあ、少しですね、まあ、できてない部分は確かにあるのかなというふうに思うんですが、よくよく考えてみたらですね、正直このキャラクター、まあ、先ほど言ったタンク対策、風魂対策、バッファー対策の部分に関しましては別にサバタッカーのポジションでも活躍させることはできるんですよ。で、まあその中の、まあ、バッファー対策というか、まあ、整合解除キャラクターとして考えた時になんですけど、まあ今の、弓章でですね残影を解除できないキャラクターってあんまりいないんですよね。正直別にアポロも解除できますよね。アポロも解除で
で、まあ、毎ターン付与するっていうところはあるんですけど、解除されないのはまあ幸運だけですし、まあ、トークンぐらいかな、まあ、K はまあ結構昔のキャラクターですけど、まあ、K とかトークンが確か解除されなかったと思うんですけど、トークンはそうですよね、トークンが解除され、あれされる？通信時4ターン内で自身が残影制御に入って、あ、解除されるのか。トークンはスキルで残影に入るんだったかな。ちょっと今、ど忘れしてますけど、そうですね。なんで、解除されないわ。自身の円筒残影奮起状態は、臨床値が自身より低い的に解除されないので、トークンと K ぐらいなんですよ。残影解除できないのって。まあ、K 使ってる方結構減ってるとは思いますけど。まあ、なんで、で、まあ、トークンはもう流行ってないじゃないですか。で、まあ、K は、まあ、ちょいちょい闘技場とか見ると、まあ、使われてはいるというか、弓所の中で使う候補が、まあ、アポロ取った方はアポロになってますけど、それまでは基本 K だったので、まあ、K かモモチみたいな感じだったんで、まあ、昔から使われている方ですね、に関しては、まあ、確かに K 使ってる方いらっしゃると思いますが、まあ、その2名ぐらいなんですよ、 K とトークン。それ以外のキャラクターって別に生後解除の部分で弓小対策できているので、個人的にはその、まあ、生後というか残影を解除したらもう別に必中なんて正直、まあ、どうでもいいは言い過ぎですけど、まあ、かなり、まあ、気にしなくても良くなってくる部分かなと思いますので、あ、そっか、タワラトータか、最近タワラトータが花嫁できましたから、あ、失礼しました、そうですね、タワラトータとか、あ、幼遊記もか、うん、この辺が使われていれば確か残影解除できなかったですよね。うん、この辺の花嫁キャラクターを使っている場合、使われている場合ですね。っていうのはちょっと注意が必要だな。残影状態は臨床値が低いより低い的。あ、そうですね。まあ、なんで、まあ、この辺のキャラもでも私、使われているとかあんまり見たことないんで、正直、まあ、一番使われているのって今アポロだと思うので、まあアポロの残影は解除できるってことを考えると、正直必中のところって、なんか、まああったら嬉しいけど、まあ別になくてもいいよねっていう風な気がしてます。まあ生後解除は、十分にですね、サブアタッカーとして使っていてもすることができるので、めちゃめちゃですね、まあ正直残影は解除しちゃえば、弓小対策になっているかなと、まあ私自身は個人的にはそう思います。ポセイドの時は、生後解除めちゃめちゃできるんですけど、なんか実際に攻撃していると、まあ、攻撃していく最中に生後解除というか、まあ、途中で残影とか貼られてしまって、それでですね、途中から回避されてしまう、最初はいいんですけど、途中から回避されてしまうっていうのが、まあ、結構あったりだとか、まあ、スキル2に関してはあんまり、生後解除そもそも全部できるわけではないっていうところで残影が残っちゃう可能性があるっていうので、結構嫌だったんですけど、まあ、この、OD に関してはですね、まあ、スキル1は全部解除するっていうのがもう連撃で打つことができるので、まあ、何回張り直されようが解除できるなら解除してしまうし、スキル2に関しても移行を付与して殴っていくので、まあ、移行の 50% を引くかどうかっていうところと、解除できるのが残影かっていうところは確かにあるんですけど、個人的には、まあ、それで残影対策はしてしまえば、まあ、サブアタッカーとしても十分使えるかなと思いました。まあ、もちろん HP 育ててあげれば必中になるので、そこで対策してもらっても、HP だけは絶対ですね、なるべく高くなるように調整してあげるっていうので、やってあげればいいのかなというふうには思います。で、まあ、私がですね、サブアタッカーに今のところ落とした理由としては、スキル1ですね、が一番関係してきます。まずスキル1なんですけど、まあ、初ターンというか最初にですね、まあ、敵3名、最大攻撃力最も高いと体力値最も高い、最も低い、この3名をですね、残り HP の 15% 減らすっていう効果があるんですけど、まあ、これ、最大攻撃力の5倍って書いてありますけど、まあ、ここは、ボス戦とかのためにあるだけであって、闘技場においてはもうこの 15% 分減らすっていう効果が、まあ、基本的には優先されます。で、これですね、別に相手の HP 依存なので、このキャラクターを別に育成しても育成しなくても、まあ、この分のダメージっていうのは与えられるというところで、まずちょっと育成の優先度を落としたっていうところと、
まあ、火力はですね、まあ、間違いなく下がるっていう部分はあるんですけど、あの筋力値ですね、でが、まあ、敵より高い場合は必ず会心攻撃が発生、っていうところに関しては、まあ、ほぼですねサバアタッカーに落としたとしても、まあ、少なくとも武将以外のキャラクターにはクリティカル筋力値勝負で負けることはないと思うので、クリティカルを出していって火力を出していけるというふうに、思いました。で一番大きいところが、まあ、ここですね。このスキル発動中自身の HP は 1% を下回らないっていうところ、ここが一番ですね個人的には、いいなと思っているところで、まあ、ちょっと私ぐらいのランク帯になってくると、まあ、結構やっぱり強いマーリンが周りにゴロゴロいるんですよ。私はマーリン持ってないですけど、で強いマーリンに、純出力のキャラクターをぶつけてしまうと風魂で 2,3 回ですね、まあ、大体、まあ、少なくとも2回多いともう3回ぐらい、風魂ダメージでもう落ちちゃうっていうのが多発するんですね、まあ、私別にバリア持ってるキャラクターはそんなことならないんですけど、まあ、やっぱりバリア持ってないような戦装備一切持ってないようなキャラクターっていうのはですね、まあ、HP は高くなるように深淵三実月にとかそういう装備、昔ならそれがスタンダードだったと思うんですが、まあ、そういう装備はできているキャラクター結構いるんですけど、まあそれだけだとですね、やっぱり風魂ダメージをもろに HP で食らってしまってそのまま落ちてしまうっていうのが多発してしまってですね、まあ正直一瞬で、純主力クラスだと風魂で壊滅させられるんで、もうなるべく純主力と風魂が重ならないように陣容とか考えないとかなり落ちてしまうっていうところがあるんですが、まあこのキャラクターに関してはですね、スキル1を打っている間っていうのは落ちることがありませんので、まあ風魂ダメージも気にしなくていいし、タンクキャラクターの反射とかも気にせずにですね、まあHP 低い状態でスキル1終わってしまうっていう弱点は確かにあるんですけど、まあ、1回も復活を使わさせられることがないっていうところ、ここがかなり強力なポイントになってくるかなというふうに思います。まあ、個人的にはですね、まあ耐久面多少下げてもいいかなというふうには思いました。というか耐久を下げていても、まあ、てか風魂ダメージがどれだけでかくなろうが、まあ、スキル1を打ってる間っていうのはやられることがないので、もうとりあえず風魂はスキル1で消費しきるっていうふうな、まあ、イメージで、使っていますね今のところは。でちょっとここ私分かってないんですけど、発動時に 1% 未満、まあ、これはわかるけどこんな状況にはなったことないですね、および一部復活時非撃破時の反撃を除く、この一部がちょっとよく分かんなくて、私が、まあ撃破時に食らった攻撃ですね、まあ、例えば紫式部とか死亡時に反撃してくると思うんですけど、そういった攻撃ではやられることなかったので、ちょっとどういった攻撃がこの防げないものに該当するのかちょっと把握できてないんですけど、まあ、そういった死亡時反撃とかもですね食らっても、まあ、耐えることはできるので、まあ、かなり一方的に殴ることができるようにな感じになっているかなというふうに思います。まあ、とにかくこのスキル1が、まあその特に風魂の部分ですね、でまあ、かなり活躍するというか、むしろ育成していない方が恩恵が大きいというところで、まあ、ちょっと私はですね一旦サバアタッカーのポジションに、しました。しまして、なんか今まで明らかにどう考えても勝てなかった方にたまたま勝てました。まあ参考にしてくださる方がいらっしゃったら参考にしてくださると嬉しいです。まあ一応ですね火曜日になると私あれできると思うんで、プラス7覚醒がようやくできるかなと思うんで、まあ、そこのタイミングでまたですね主力に戻して、まあ、ちゃんと罪悪状態をばらまける状態になって強さっていうのをですね判定していきたいなというふうに思っているので、まあ、そこからですね、またオーディンですねどんどん使い込んでいきたいなというふうには思っています。まあ、私今回サバアタッカーに落としてみて、まあ、ちょっとまだメインアタッカーになりきれてない、武器も作れてないですし、まあ、覚醒もできてないですし、まあ、育成は 50% 超えたところぐらいなんですけど、まあ、っていうところがあるんで、まあ、ちょっとまだ強さっていうのを生かしきれてないのはまあ確かにそうなので、まあ今の私のプラス6覚醒の状態で、まあ、メインの主力にしてみた感想とサブの主力にしてみた感想、っていうのをお話させていただきました。まあ、あとサブの主力、まあ、サブアタッカーにした理由としてもう一つあって、まあ、さっきの風魂の話に戻ってくるんですけど、風魂ですね、まあ、これまで私
ポセイドンを一番強いような、まあ、あのバリアとかつけている状態でやっていたので、まあ、ポセイドン別にバリアとか反射とかであまり落ちることってなかったんですけど、まあ、やっぱりですね、それをちょっと移してしまうと、まあ、メインの装備っていうのをオーディンに移してしまうと、まあ、オーディンは落ちなくなるんですけど、ポセイドンの方ですね、っていうのがもう風魂とか、まあ、反射とかで、まあ特に風魂が気になったかな、風魂でバンバン落ちるようになってしまって、ちょっとこれは見てて悲しい、いや、オーディンサブアタッカーで他のキャラクターメインだったら、風魂でメインのキャラとオーディンどちらも生き残るんですけど、オーディンを主力にしてしまったがために、オーディンの装備元になっていたポセイドンが風魂で落ちるようになってしまって、結局オーディンしか残らない。オーディンサブアタッカーなら2体残るのに、オーディンをメインにしちゃうとオーディンしか残らないっていう風な状態になってしまったので、ちょっとそことしてもですね、やっぱパーティー全体で見るとやっぱりポセイドンって生後解除ガンガンできるようなキャラクターになっていると思いますし、まあオーディンもそういったキャラクターになっていると思うんですけど、まあオーディンを固くしたがために他のキャラクターが落ちるようになってしまったっていうのはですね、ちょっともったいないなというふうに、まあ、個人的には感じましたので、まあ、ちょっとそのようなですね、まあ、ちょっと一回サブアタッカーに落としてみるかっていうふうに思った次第です。で、サブアタッカーに落とすことによって、まあ、ちょっとまあ今まで勝てなかった人にも一応勝てるようには、まあ、なったりはしたんですけど、まあそれはまあオーディンをプラス7覚醒にして同じことをしたらまた勝てるようになるかもしれないので、まあ話半分に聞いてもらえばいいのかなというふうには思います。いや、ちょっとですね、早く、やけどはどうなんだろうなまあ少なくとも行こうと麻痺ですね、をこのキャラクターで早く付与できるようにしたいですね。私はここを付与できるようになったら、結構足止めと生後解除がスキル2でも生きてくるかなというふうに思っているので、まあ、ちょっとここの部分は早く、試してみたいなというふうには思います。神髄丹、いやー足りないですね。まあちょっと私、神髄丹にちょっと宣言法を使うほどの余裕はないので、まあ今10回ですね、雑貨屋毎日無料更新プラスでできると思うんでやってもいいんですけど、まあでも80個必要なんで、発信原稿必要なんですよね、5割引きで引いても。ってなるとちょっと結構いろいろ厳しくなってくるんで、まあ初心追走がまあ控えているのがもう目に見えているので、まあ、そこでちょっと神髄丹を回収したいなというふうに思ってます。神髄丹あんまり取るとこないですよね。 VIP ギフトとか、あとまあ星岩石というか星の羅針盤とか、まあ、あの辺では交換できるんですけど、あの辺でもちょっと交換しきってしまっていて、ちょっとどうしようもないような状況になっておりますので、少しそこに関しては待っていただけると嬉しいです。まあ今回の動画はここまでにしようかなというふうに思います。これからもおうち少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。